中海テレビ放送のセットトップボックスから外付け録画機器に乱録画する方法についてご案内します。番組を外付け録画機器に録画するにはどうすればいいの？何が必要なの？番組を外付け録画機器に乱録画する場合、まずはご利用中のセットトップボックスをご確認ください。対応可能なセットトップボックスはご覧の機種となります。型番が違う場合はセットトップボックスの交換が必要となり工事費が発生します。詳しくはお問い合わせください。続いて、接続する外付け録画機器も乱録画の動作検証済みの機種であることが必要です。詳しくは画面に出ている以下のいずれかからご確認ください。ただし、掲載されている機種であっても動作を保証するものではございません。あらかじめご了承ください。それでは接続方法についてご説明します。ここではセットトップボックスの TZLS300 を使ってご案内します。その他の機種につきましては次の1か2のいずれかからご確認ください。まずはじめにセットトップボックスと外付け録画機器を LAN クロスケーブルで接続します。双方の背面にある LAN の差し込み口にそれぞれ LAN ケーブルを接続してください。カチッと音がするまで接続できれば大丈夫です。機器設定について、それではセットトップボックスに録画機器を設定します。セットトップボックスのリモコンで操作一覧ボタンを押します。次の設定メニューからリモコンの上下左右のボタンで設定する。ネットワーク関連設定、 LAN 通信設定、 LAN 接続形態、有線を選択し決定ボタンを押してください。これでセットトップボックスの設定は完了です。次にお使いの録画機器の機器設定が必要になります。今回はパナソニック製の DMR-BRW500 でご案内します。録画機器の電源を入れて録画機器のホームボタンを押してリモコンの上下左右ボタンを押して画面を左に移動しながらネットワーク設定、簡単ネットワーク設定を選択してください。自動的に有線 LAN の設定になり接続完了の画面が出れば設定完了です。録画機器により機器設定の方法は異なります。お手数ですがご利用中の録画機器の取扱説明書をご参照いただき機器設定を行ってください。録画予約の方法について、セットトップボックスのリモコンの番組表ボタンを押してください。リモコンの上下左右のボタンで録画したい番組を選び決定ボタンを押してください。次に番組予約、詳細設定、録画機器を選択しお持ちの録画機器がセットしてあることをご確認ください。録画機の型番が間違いなければ予約するを選び決定ボタンを押してください。これで録画設定は完了です。お好きな番組の録画再生をお楽しみください。ここで中海テレビから録画に便利なデジロクブルーレイをご紹介します。この機器をご利用いただくと録画中も裏番組を視聴できます。ぜひこの機会に設置をご検討ください。ご不明な点やその他のお問い合わせは中海テレビ放送までお気軽にご連絡ください。